はい、ポケットモンスターレッツゴー EV 実況プレイのパート22です。17番道路、なんか元々はサイクリングロードだったような気もするんですけど、今回はここを越えて赤竹シティを目指したいと思います。ん？降ってる。どこだ？この辺か？ズリーの巫女湖。お、ブイズ？シャワーズだ。水のポケモンに鋼は効きづらいぞ。これも耐える。まあ、シャワーズ硬いもんな。おまひした、ラッキー。経験値悪くない。ということはこの人は3ダス？こいつにも効かない。お、4回ヒット。で、こいつはブースター使ってくるわけね。とりあえずイーブ回復しようかな。さすがの攻撃力です。こういうとこなんかでしょ。釣りの実ね。
シルバーコロン。おっ。でもいいわ。あ、でも経験値、いやー、いった。トレーナーと勝負して。あ、レベル40結構高いな。麻痺させる。これでギャラドスの方が早いんじゃないか。オッケー。エアコイル。覚えてる後的にとってやられるとつらいかな。言ってこっちもなんか攻めれるわけねえや。ですよね。一番対処しやすいのはこいつだな。まあ、はい、相性的にね。ガラガラ。当てられない。これはリザード痛いか。入る。うわー、硬い。こいつ負けた時恐ろしいぐらい目死んでんだよな。おポニータ せーの。はい、いいね。
おう、どうぞ。まあ、経験値からな、そこでこう。の。さあ、エクセレント。これで一発で捕まえたら、ボーナスでかいぞ。OK。720。とりあえずこいつを起こして、釣りで回復もして、めっちゃしてきた。でも連続だ。せーの、あ、泣き走った人がいる。あ、でも捕まろう、捕まえない。はい、せーの、エクセレントではなかったけど、まあいけるでしょう。ダブルアクションOK。 419、うん、悪くない悪くない。リザードのそろそろ解放者覚えないかな。切り裂くか、切り裂くか、切り裂くか。あー、いや、いらないかな。初代の切り裂くはやばい強かったけどね。今はただのも、ちょっと急所に当たりやすいだけの技だもんね。お、不思議な飴だ。飴ちゃんも、食べさせよう。あ、俺結構持ってたな。あと、どうしよう。ライチュウかな。待てよ。ボイストレーナー。たまには9個も使っていかないと。鬼ドリル相性はいいよ。問題はレベル差だな。あ、得意技打っていこう。これどうしてくれもいい。ちょっと残った、あ、マヒした。ラッキー。あ、そっか。ラッキーも何も。あ、強い。結構攻撃力高いぞ。
レベルアップ。ゲンガーもレベル35。いやー、さあどうする。急行の方が早い。よし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 。もう経験値いいぞ。いいよ、レートビーム強いよ。また相手サンドパン早いだろうな。お、キュッコの方が早かった。マジか、完璧。技マシン58、ドリルライナー。ドリルライナーを技マシンで使えるようになるってかい。でも今の編成に覚えられそうなやついないんじゃない？ほらね。まあいいや。あいつもトレーナーっしょ。戦おう。あ、使ってくるのが怒り猿と言った、だとしたら、キュウコン相性的にはまあまあまあ。五分か。俺で落ちてくれ。落ちたー、一撃。どうせやるやん。ギャラドスレベル36、神砕く。いいね。誰にとまだ持ってたのね。ゴロン、これはまあいけるでしょう。結構削ったな。ドカーン。いい戦い。よしよしよし。ん、銀の釣りの実。お、なんか上位互換っぽいの来た。お、なんかある。コダックの頭が見えるよ。ラッなんかある。銀のパイル並み。すごい、銀シリーズが。ん？パイル並み。わー、アイルの人絶対使ってくんの、ウスドンだ。
タイプの攻撃9コン食らったらちょっと厄介だけど、あ、倒した。よしよしよし。あー、ここを移動するだけで結構経験値稼げたな。多分次ジム挑むってなると40ぐらいはね、要求されそうな気がするんですよね。ジムのね、強制的な関係で、銀7。これ勝てるの絶対ペルシアじゃん。いいダメージ。回復の薬だと。ウルジョアメ。麻痺し。忘れてるけどあれだね。この技一応 100% 麻痺。だもんな。そんなびっくりするわけじゃない。モンスターボールとか今更よこされてもね、さすがにもなしじゃん。マッシュ意外とちっちゃい。惜しい。うわあ、ははー、やられた。とりあえずタイプ相性も何もかも全て関係なくアイアンテールを打っていく。まあ当たりは強いからな。一瞬翼で打つ打とうかなと思って結局アイアンテールを打つ。ゲーム的にね、スターミー戦力に加えておくと絶対的に強いと思うんですよ。ただね、どうせならなんか乗れるポケモン使いたいなっていうことで、ね、当分はギャラドスでいこうかなと思って。うわぁ、キューコンここに来て。
この技はリザードにも欲しい。てかまだ覚えないんだね。ロコンだ。ブックリン、ギャラドス麻痺しちゃったよ。よしよし。不思議そう。わあ、ちょっと残った。ギャラドスがやってくれるでしょう。眠り子な。寝ちゃった。はい、よくできました。おいっと。じゃあ一旦一区切り入れましょうか。お、コース結構止まったな。はい。じゃあ次回引き続き、赤竹シティ目指して進めていきたいと思います。まあ、手持ちのポケモンもある程度レベルは上がってきたんですけれども、まあ、もう少しやっぱレベル上げておいた方が、まあ、事務戦もね、通りやすいかなと思うので、前回ちょっと中途半端に、攻略をストップして、なんかこういうのがあるぞ。東側のね、ルートの方も次回探索していこうかなと思います。トレーナーと戦ったり、ポケモンを捕まえたりしてるうちに、ある程度レベルも上がってくれるでしょう。まあ、こっちのルートで赤竹ついてからね。一回回復したいし。はい。じゃあ、というわけで、ポケットモンスターレッツゴー EV 実況プレイパート22。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。